こんにちは、あるいはこんばんは、整体院ユアグループです。はい、ということで今日も懲りずに頸椎アジャスト講座ということで、この間撮ったやつね、高弘のアジャスト、あれで気づいちゃったやつ、そのまま動画で行ってみようってことで、さてどうしますか。また22で行きます。さっきどういう組み合わせ、高弘とアッキーだとかなり分が悪いよ。高弘すっごい一瞬泣きそうな顔しないの。あと先月一緒です、俺と高弘。じゃあそれ分けた方がいいですね。院長が選んであげてもいいんじゃない。じゃあ高弘と伊達くんで、ゴーくんとチェルシーで、重荷を背負ってください。さあ誰からいきましょう。じゃあゴー、はい、まあ、取られた。まず、はい、ぐーっと下がって、そう、これをまずこうして、ここ。これが、で、こう運んできて、こうでしょ、はい。この時にこれがぶれない。はい、くっついてないかぶれちゃうんで。で、はい、顔はまっすぐ。3、2、1。パキュッパキュンじゃん。ねえ。何じっくり見てんだよ。まだ教わってないから見といた方がいいから。あ、そっか。こう乗せて、肘の高さが高いと下が先行しやすい。あげく、こう動く範囲がちっちゃいんで抜けちゃう。だから外に出せって言うじゃん。で下に下げる。でこうして首の位置をちゃんと持ってくる。下で持ってきた位置でしっかり下に残す。これがブレないように。つけたまま。で、顎をめくるような動きをする。この持ってきた位置、横向いた位置でめくると、ここが押し返してくる。それが、要するに言ってる圧。これを差し込む圧じゃなくて、跳ね返ってくる圧。しっかり密着させて、跳ね返ってくる圧をキャッチして、このスタートはもう5-5でいいんですよ。このキャッチの動きが作れてないまま入っちゃうとしたから、どうしても動いちゃう。ということです。さあ。わかりやすい。おせんべい食べてきていい？今。あ、いいじゃない。めくってね。めくってセットしようってね。やったもんね、この間。むちゃくちゃ。顔がこう傾いちゃってるんで、こう、そうそう。ここ見てこう。もっとだらっと。で、これをこうやって落とさないとめくれてないわけ。うん、さっき言ったのこれ。もっとこっちに持ってっちゃう。そう。で、自分の足を開いてもいい、もっと低くしたければ。そう。もっとね、こうやってね、構えた時に、上、なんで角度は？この体の向きが。こうなってねえんだよ。このストーンってまっすぐ落として、この首の角度がもっとこう起きて、足の先まで見える位置持ってくる。で、この視線の外れにここに入るようにして、この左足のスタンス開いて、でそれだとちょっと逃げすぎちゃってるから、もうそれで前にかぶさん、うん、でこれをこう揺らす。でここに当たるじゃん、ほら、はい、これ、うん、これをグーッと反らしてキャッチした、圧を感じました。でスタートすると、下手なりましたよね。ゴーだと下手意識してねって言おうと思ったら、ちょっと待って、緊張してない？楽しんでます。あ、ジョイ。エンジョイ。エンジョイ。痛くの鼻の穴すげえ汚いわ。映すな、映すな。ダメだ、ダメだ。ダメだよ。やめろ。おいおい、パキュンパキュン入れないって今な、思ってな。分かってね、今。うん、もうポンポン入れるべきだったろ。こいつクズだから。小学生みたいなもんだから。こうさ、浮いて動いてたでしょ。あ、今のそう、浮いて動いてたでしょ。くっついたままそれをしなかったでし
くっついたままスライドするんだよ。くっついたまま抜いちゃう。一回下見ないとちょっとこうなってんだよ。こうまっすぐ。ここ、こっち。できた。イタ君はちょっとめくった方がいいなと。これが触った時のカードがまっすぐかどうか、飛び出しがあるかどうかチェックして、その飛び出してるとこちょっと圧をかける。ちょっと圧をかける。ついたままだったでしょ。どう？テンションの入り方が違いますね。こうギューってこう、院長の場合はなる寸前までこう絞られてる。絞って待機して痛くなる手前で。そうですね。痛くなる手前の圧がぐーっと手にも自分自身もぐーっとあーかかってんな。これ以上いったら痛いやんって思ったところで緩めてんだよ。そんな感じでしょ。緩めてね。こう抜いて緩めたところで緊張もスッと解ける。2回目で1回鳴ってるから緊張しやすい状態でちょっと固まってたんだけど、で、あれまだ来ねえなって で抜けんのよ。待ってんのよ。だからわざとギリのところ持ってくる。その察知はすごい難しいですけど大事ですよね。気分でやってる。受けててそう思いますね。なんかね、あ、お前なんか固まりやすいじゃん、うん、この呼吸とかのリズム見てんだよね、うん、早いから呼吸が緊張状態で、それをふーっと遅くなるタイミングとかで、あ、そろそろボケてきたぞとか、もうアッキーとかにたまにやるときとかは完全にゼロ、うん、何もする気ないっていうと思った瞬間にパンってやんないと抜けきんないから、欲しいくせに固まるから、まあ、難しいところなんですよ。それやっていかないとつかめないから。やっぱそのねじりとねじった先の抜きが違うんだね、多分ね。やっぱこう行くときこうやってスライドしちゃってんだよね、うん、よいしょって行くんだよね。まだだよ。これをこの状態で母子球でこっち持ってくる。母子球で、そうで、あ、母子球でここの骨でここをロックする。これをこういく、こう、この手首を持ってきて、肩に入れすぎないまっすぐ持ってきて、これを乗り越える。この手首ここに固定して下手を回さない、うん、これでいっちゃっていいですか。いいよ。下ひねってんだよ。ああ、うん、反対いきます。うん、ほら肘が内入っちゃって、でめくった状態、このこれのことを動くじゃん。これ下下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 、だから入れないんだって、はい、外でこう、これここからここからやっちゃって、そうで、ここここベッドに後頭部がつく、乗り越える、このこれを揺らがせる。これでいいです。で手首はここはこのままな、ここにその揺らぎを当てん、薬指と小指に。だからそうやって、こうやって揺らしてると当たんないんで、こうやって揺らすんだよ。こうですか。そう。で、ひねるときはこっちですね。高弘はこう。高弘はこう。うん。今のだと。今のはもう、こっち、あの、なんつうの。こっからここまで動く位置を、ただ沿わしてただけ。うん、だって圧発生しなかったでしょ。うん、あのさっきのポジションの方が発生しました。そうでしょ。やろうとした時は抜けちゃうという感じです。だから今下手がパニックを起こしてる、うん、パニックを起こして圧と仕事をしなくなっちゃった。お、もう一回やっていいですかの顔してる。もう一回教えてもらっていいですか。うん、だから、はい、板くんは、はい、こっちから見てるとここが垂直になっちゃってる。で、ここ垂直垂直なんです、これ。うん。こうなの。
うーん、外からこう持ってきてっていうのがもう最初からこれなの。そうするとこの位置って入らないんだよ、うん、だから上がなんないんだよ。外から持ってきたらこう入れちゃってんの。外から持ってきて頭もここに乗っちゃってんの。頭ごと行っちゃってる。だからこの位置しか揺らいでない。ここは頭の外とでこう後頭部からこう乗り越えるシーソーみたいな動きをしないといけない。この腕は入れない。入れすぎ、入れすぎ。運んだ段階で外になきゃいけない。肘がで肘が高い、ベッドと同じ高さ肘。これもギリ乗ってるんです。だこれをめくっ、まっすぐ、こう、こう、あ、じゃあこうセットしといて。まっすぐのこのめくった状態から、ここ、母子球で、後頭骨を運ぶの、こうやって。で、そっからいつも始めちゃうじゃん、乗っかった状態から。はい。そうそうそう、落とす、落とす。落として。で、下手がこうやって一緒に動いちゃってる。これを止めるの。あ、止めるには、ここをしっかり下げる、はい。もっと体を下げる。下手は、あ、でもっと体下げる、下げて下手、広く見て下手は動かさない。でもね、バラバラなんで動きが、うん、難しいっすね。もっと後頭部振そうつけるぐらい振っちゃっていきます。もっと集まってます。100回やる気だ。こっちも、こっち、ひょっとしたら今日ならない日かもしれないから。そうそう、で、顎の先端、顎の先端で先端、先端、肘立てる、顔まっすぐ。いや、なんかできる気がしない。そしたらもう、あの、あれして、うん、もう一回抜くの。抜いてない、まだ抜いてない。これも めくるのと、高弘はめくっちゃうとカーブが深すぎるから、はい、こうやって起こすように引っ張る。こういう引っ張り方するの。指でここ持っちゃってね。こう。ここ。ここですね。これ。ここまで。うーん、俺に対して斜めでしょ。飯田君はここでこうやってる、うんうんうん。で、こうやってる。そうするとこれ触れないんで、ちゃんと。師匠みたいな感じ。もうちょっと何発もあの、うん、クラウ準備してちょっと固まってんのよ、はいはい、だから本当はもうちょっとゆっくり動きたいんだけど、うん、瞬間で肩つけないと固まってきちゃう。これでね、これ眠いの、うん、全なりしてるね。ちゃんと狙って安全に行くには我流だと鳴らし残しが患者さんの不快感を残すことになる。集まってる時もあるんですけどね、痛くなるんですよ。だからさ、集まってるのはこう頭が多分ベッドのついてる時なんだよ。 はいはい、あれ集まってから自分の動きをしようとして抜けちゃってるの。で、今新しいこと急に言われて何個も同時にやんなきゃいけないから 1,2,3 ってなっちゃってる。あのバランスが崩れちゃった、うん。で、そうすると本来ひねれてた位置がもう怖くてひねれてないのよ、うん。あれ、これ怪我する位置じゃねみたいな。なんか回しづらいんですよ、すごい、うん、回せない。位置取れてない、うん。あと自分がそのやっぱ遠くに行こうとしちゃうんだよ、うん、見たいから。全部見えるって遠くで、うん、これをこの全部見るために視線下げて細かく入れるんです。その低い位置から、で、その低い位置から入れて下がればこの動きってもっと大きくできるはずなんだよ。で、この動きでどこまでこれがひねれんのかっていうチェック、あのチェックからやり直さないとダメな。こうやってこうやって動いて、これをこうやってちっちゃくなっちゃう。こう下から回すんじゃなくてこうして回す。こうめくってめくって回す。
怖い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 怯えてる怯えてる。バキバキ。これ肘が入りすぎ。うん。で、そう浮かさないで固定してベッド。で、これで、でそう乗り、こうやってこうやって戻したときにここに入るじゃん。はい、でこれをキャッチしたまま、でじゃあこういく。わかる？ちょっと違うのわかる？これ。はいはい、こう。そう。こうこういく。うん、で持ってたら。この角度のまま行ってる。はい、これが。うん、こう、掴むとか、当ててから行くんだよ。はい。この角度のまま行ったら絶対逃げちゃうんだよ。はい。つって、はい。これが、こう、こう、ちょっと、これなんですね。でね。いい？はい。顎の先端ここに乗せて、そう、これは巻き込まないで、触れてる、触れてる。で、肘を立てる。あ、ちょっとなんか、より分かんなくなっちゃった。振ってないんですよ。カウンターで、振ったのをカウンターで掴んで、パンって行ってないから、はいはい、もう振って戻るところでこうやって一緒に行ってるから、そしたらもう圧こんだけしか作れてない。はいはい。一つ多分弱点だと思うけど、はい、こう加圧するときと、まあ、減圧するときみたいなのあるじゃん、はい、あの減圧がめちゃくちゃ機械式で力んだまま減圧してるんだよね自分。このドーンっていう動かしたら、まあ、こういうのでもそうだけど動かした後に余韻とか惰性があるじゃん。惰性に沿わせてるだけなんだよ。このブーって自分でこう抑える感じ、はい、なんかすごいこのなんていうの、能動的な感じじゃなくて機械的にこう、だからそこまで力んでる、はいはい、でそれそうすると力み絶対出ちゃうから、はいはいはい、そこが硬くなっちゃう。もっとダラッとする。これって上下じゃん。みんなこれをこう、これに勘違いしてる。実はこう、顎は上下。で、こう、ここで今こうやって動かしてるじゃん。はい、このキャッチ、はい、この、はい、ここ、はい。これ。上で押さなきゃ押さなきゃって、上手で押さなきゃ押さなきゃと思って、うん、上手で一生懸命。一番の視点って結局ここだよ。はい、下手が今日は硬かったっすね。ああ、じゃあ新しいことしてるからね。で、これで上で押さなきゃ押さなきゃって、揺らさなきゃ揺らさなきゃって思って。だからそう、ほら、下動いてない、はい、その段階で、はいうん。ですよね、ですよね、そういうことですよね。だから、はい、ここだけだから固定しててできるはずなんだよ。はい、この目くり。そういうことです。そしたらもう、押さえるだけで、めくれるはず、あの、動かせるはずなんですよ、ね。で、これで、めくる、戻す、めくる、戻す、押してるわけ。そういうことです、ね。で、これでキャッチしたこの圧と感触を覚えといて、それを持ったまま行くんだよ。はい、はい。動きが俺に似てきたと思わない？いやすごい普通に鳴らされた。ビビリだから一個鳴ったら力み始める。だから自分で戻してんだよ。あの惰性に
沿わせてんじゃなくて自分で戻してる。俺かと思っちゃった。なんなかったねこれね。これでね。そうですね。どうしたうまくなった。このままだってパカンいったもんな俺。そうですね。うん、こうこうこれうなずかないでもらっていい。びっくりするから。ここでこの骨に当てるんだよね。こうこうやって持ってほっぺたを押してる人がいいんだけど、骨とだここの溝、母子球の間の溝と顎の骨とかセンターの骨とか、いや、あの3番手で3、4、5って当てる。だと下ですね、もう、うん、4号の音がめっちゃでかかったです、ね、動きは完璧なんだよ。この動き見てなかったのに。ああ、そう、下手だから、脱力さらに抜きづらいですね。そうだからあれ戻すんができる限りの正解なの。左はもうあのそのめくってる角度がもう全然違ってた感じで、うん、うん、そうそうです、はい、その探りの角度あれ分かりやすいでしょ。こう、はい、こんな風に動かされてるな、はい、このこんな感じでね、だからあのあもう その角度やべえってところにいた感じで、やっぱ左旋回させるのはちょっと苦手なんかもね。うん、あこれ右旋回、あ右です、ね、ああそう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 、あとちょいだよね、だから右の方はな同じ感じでしたね。で動きがなんか自分の編集動画見てるんだよ。あのすっげえ早く戻すときあれこうやって、そんなの教えた覚えないの。そう無意識見てんだろお前。あるんだろ。見てはいますけどね。はい。そうそう。これが乗っちゃってるじゃん。はい。これを落として、ね、で運ぶの、このままこっちにこっちにここで押すの。あ、結構斜めなんですね。めちゃくちゃこっち持ってきて、いけるとこまで持ってきて、これでダラッと刺して、そうで、ほっぺた押すんじゃない、ここでこれ、あ、なんかもう見てこれ、ほらもうぼやけちゃってアンパンみたいになってる。え、これ生アンパン、これ何これ、え、にょってなんだよ。ここでこの顎の骨入れ、はい、回んなかった。おならしなかった。いや、首の音鳴ったんだろ今。何が鳴った今。いや、何も鳴ってないっすよ。鳴ってないよね。忘れてないもん、ね。顎をおでこをもっとめくった状態でこっちに運ぶ。こういう状況からこっちに持って肘立てて。で、ベッドに後頭部をくっつけるように動かすの。そう、そのくっついた時にここの2本に跳ね返りを感じる。で、それをキャッチしたまま持ってくる。うん、まっすぐじゃないんですもんね。うん、少し外、スタートライン。あ、全然回せない。キレだね。あ、いい位置持ってきたんだけどね。あ、そうですか。うん、もう一回ちょっと見て。うん、喋ってたよ、喋ってたよ、喋ってたよ、喉に喉になってるしは。ちょっと浮いたな、うん、これが飛び出てる、わかる、はい、まず倒しちゃう、はい、で、こうここ、母子球をこの後頭骨に当てる、めくってから当てる。で、しっかり指を回してスッとも持ってちゃう。
で、この位置だと鳴りが悪い、あのテンションが発生しない。だから深すぎたんですかね。いや、あのね、まあ見ててこれ、はい、ほら、こうやって持ってんだよ。嘘だな。なあ、面と向かっちゃって今。しかも逆さになってるとなかなかだな、ほんと。もう集中。抜くない、タッチから。え、どう、何違う。セットは良かったんですけど、セット良かったよね。その後より全然圧が、うん、全然ね、空振ってる感じがすごかったです、うん、なんかね、こう、まあ、何度も言うだけど、うん、です、こうスイングさせて、スイングさせて、うん、ここから辺からこう成立してんだよ、うん、こっからこう成立してなくて、回ってる範疇で考える、うん、こっからこうなった時にこうちょっと押してるだけだから、うん、それがバラバラになっちゃってるから、そう、全然この回した時にそっから先になんかロックが外れるようなところに行けてないのも分かったし、うんうん、そこがどこだかもう分かんなかったです。ただね、首自体はシンプルな2番飛び出し型なんだけど、うん、脱力が下手、うん、だからそういう人ってここ見て呼吸見て、うん、吐く時って結構脱力がある、はいはいはい、であえて呼吸させると緊張するんだよ、うん、そのタイミングが来ると分かっちゃう。で、自然な呼吸を見とく。で、2回転目は俺のやった自然な呼吸でもいつ来るか分かんないで構えちゃう、うん、アホやねん、欲しいくせに。脱力がちょっと、うん、作れてないまま、抜け切ってないまま、迷子のまま、もういいよもういいみたいな、お年寄りアジャスト、うん、なっちゃったんでしょ今。あのもうちょっと下げて全体もっと、これが呼吸が見える場所だから。で、その視線の外れにここら辺がぼんやり映ってるらしい。それが見えない場合は自分の位置が高いの。言い方を変えると座高が高いの。体ごと旋回してる。そうですね。安定感全然なかったです、うんうん。体はそのまま。だからもちろんこう、もちろん動いたりするけど、こういうねじりをしてたんだよね。うん、昔の板くんのステップアジャストね。喧嘩ですね。板くんそういうのやってたね、昔ね。やってました。なのになるっていう不思議な現象が起きてない。いや、下回ってるよ、ちゃんと。多分途中で鳴っちゃってたでしょ、はい、あれでもう迷子になってんのよ。鳴らす跳ね返りが見えなくなっちゃった、はい、だから、あの、ああいう時、前に言ってた鳴っちゃったら行っちゃいなんだよ。あ、うん、あれきっかけなんよ。あれもう一個外れちゃったんで行っちゃいなんだよ。あのタイミングですか。そうそうそう、あの時に加速したら、あとは出せ。あ、真下見て、顔が横向いてるでしょ。で、ここ、そう。最後持ち上げちゃダメ。整ってないんですよね。だから大丈夫。これも脱力が下手だもんね。だからこう鳴らす気なくセットしてる時がだから鳴っちゃうんだよ。うん、そう、今鳴らないって分かってるから。今これ奥でちっちゃくちってもなった。
なってないですよ。今なりませんでした。あ、なったんかこれ。あ、入ってるわ。うん、雑。これわかる、これ。この、うん、この触り方の母子球で、ほとことロックしてる。はい、こうやって回したときにこっちの胸が上がってくると脱力できてない、うん、これがこのままの位置で回したときにこのままの位置こうやってキープできてると脱力できてる、ね、首をまず持った後からこう持ってくるじゃないですか、うん、その持ってくるときに持っていくのが結構逆にちょっときつい角度によりなっちゃってるというか、チェルシーが持ってると持ってった時に、そうそうそう、持ってた時に結構きつい方向にも持ってかれているので、すでに多分筋肉が固まり始めているような感覚がすごく強くて、院長がやってる場合は持ってってマックスに行く手前を一回戻るんだよ。そうそうそう、戻るんだけどそのマックスに最初から入っていってそこからちょっと戻すんですけど、それ戻るのも戻りきってない状態からスタートになってる、ね、で多分力んだままだと思うんだよね、結構仕掛けが、うん、あれがこう何にもするだ、ちょっとだからほらちょっとポンコツ2人やから脱力下手なんよ、お互い。それがこれを当てる動きをしてもこれを一回ゼロにしちゃう。ゼロになったら来ないって思い込んでるから、体がそのこうふわっとゼロにしちゃって自分が力んでたら今度自分が気づくの、こっちの力み取ると、そこで持ってくんだよね、瞬間で。もう脱力苦手な人も瞬間でもうターンって終わらすしかないんだけど、だその持ってき方と、みんな結構俺ハードな方向に持ってってると思うんだよ、あの動画上は、うん、持ってってからゼロにするんだよね、このギュースッみたいな。だからその位置で置いといても平気な状態までリラックス状態に戻してる。例えばこう揺らして、それを来たから力み始めるからで揺らされて、ああ力んどるっていう体が勝手に、うん、アッキーとかなんかもそうだけど、もうアッキー鳴らした時なんかはもうここだけ、ここのこれの動きだけ、うん、で、あ今リズムが一定になった、何も考えず呼吸を開始している、吐いたら行くみたいな、吐き始めるから行くみたいな、新しいことを教えて、新しい動きだから余計クラフォーム緊張するからね。まあそういうことで、さあモッチーの首誰がやろうかなって話です。モッチーの首が欲しい人やってみたいです。性的な話やめてもらってね、のんけなんで、うん、はい、いいんじゃない、こう角度もこんな、今の持っていき方よかったよね、はい、ちょっと揺らし方が一定じゃないんで、ね、こう見えちゃってる、はいはいはい、だから今それ止めようかな思ったら、あ、行っちゃった発車早めなんですよ、あの子何でも早い、我慢効かない、何でも早いんで、もう無理っつって人のせいですから、お前のせいだぞ、違う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 、いいからすごい苦手かもしれないです、力んでる、はい、力み、あの肩が硬い、はい、でもまあなっておいたね、なってば、ちょっと待って、その顔すると生まれたてのひよこみたいな感じになるね、よし行ってみる、急に軍から始まってこう
よ惰性をこう追従するみたいな感じではないよね、はい、ですよ。力みだよね。力みですね、うん、こうなっちゃいました。いやなんかね、なんつったらいいのかな、自然に動くこれよりも俺は今こう動かしてんだよっていう動きなんだよね。この自然にこういう動きに対して追従する圧ではない、はいはい、だから圧をキープできない、はい、どう食らってどう、ゼロがない感じ、ずっとなんか力入れられてて、あ、なるほど。だからね、はい、俺特にゼロあったでしょ、はい、あれはね、ゼロなし食らって緊張状態だったよ。だから抜いたんよ。なるほど、なるほど。ってなって、はい、そこでいけたんだよね。はいはい、それなんだ。力みを取るか取んないか、ね、難しいですね。ただその持ってき方すごい意味が分かった感じがします。そうだね、うん、だこの後頭骨でぐーっと運んで角度つけて、でこれがこうなったら戻るときはこれがピュッと押し返してる、はい、骨側をね、首を押すんじゃなくてね、こうやってこれを薬指小指みたいな感じで前にこう戻す。でこれを前の手でキャッチして揺らす。で揺らがせるみたいな。なんないなって時ってやっぱこう揺らぎに対してこれでアジャストかけるとする場合、力をこういうのに対してこっからかけてんだよ。こう揺らがせて最大のところでグンって持ってけてないから力が発生しない。でそれだと瞬間で全部終わるんだよ。でそのなり始めたところであとは追従してるだけ。そういう感じっすね。ちょっとね、結局できてない部分を見つけるとこういう風になるんだよっていうので、でこういう風になるんだよっていうのを教えるとみんなが混乱し始めて僕は気分が良い。ちょっとでも俊也のあれびっくりしたね。あれちょっと見ててやばかったね、あれね。その場で終わらす動きなんだよね、あれ。こうやって持ってきて、あのテンション作るんじゃなくて、抜け切ってないかここで終わらせるっていう。すぐ力む人に対応した動きなんだよ。やるな、お前。褒めてやるぞ。俺があの緊急の動かし方するときと全く同じ動きした。びっくりしちゃった。びっくりしてる。嫌になっちゃった。その次なるかならないかのドキドキ感。プレッシャー半端ねえからね。味わしてやるよ、お前。追い鳴らしたんとチェルシーでみたいにやってみたよ。パクパク。いいよ。この茶番がワンセットですよ。ということでよろしいですか。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。